どうも。さてね、今回はですね、不安な人とか恐怖心が多い人もそうと思うんですけども、何でしょうね。まあいいかと思えるような要素を増やしてみるっていうのはね、結構おすすめの考え方かなと思います。不安な時とかね、特にそうなんですけど。これね、まあ今ちょっと風邪ひいてるわけですよ。残念なことにね。まあそれはそうですよね。そんなこともありますと。うん。人間なんで、生き物なのでね、風邪ひいて鼻声の時もあります。で、まあいいかと考えるんですよ、そういう時も。まあ人間だしなと。これがさっき言った、まあいいかと思えるような要素を増やしていくということです。で、こういうことができるようになっていくと、自分の中って結構いろんな問題があると思うんですね。それはね、人それぞれだと思うんですけど、そうですね。皆さんはどんなことを自分にとって解決したい問題だと、ね、考えていますか？この皆さんがいたとして、どんなことを解決したいか。それは体のこと。体の何かの問題。ね、体の何かの問題。お金。お金の問題。家族とかの人の問題。ね。他にもまあ、たくさんあると思いますね。これから先のね、未来のこと。未来の問題とか、過去の問題ね。昔の問題。まあ、本当にいろいろあると思うんですよ。で、それらをね、全部、解決しようとすると、これはもう大変なわけですよ。ね。こう、あれも、これも、体はこうであってほしい。お金はこうであってほしい。人間関係はこうであってほしいとか、この先はこうであってほしい。で、こうあるべきだとか、最近だと多いですけども、そういうことだけを考えてると、そうじゃないことの方が多いわけですよ。これはもう体もそうです。不具合多いです。もう風邪ひいてます。ベストじゃない。全然ベストじゃないです。でもまあ、まあいいかということですね。まだ生きているに越したことはないかと。ね。で、お金もそうですけども、もうたくさんあればあるほどいいかと思いきや、実はその、なんでしょうね、時によってはそのお金が不幸に結びつくこともあったりするわけですよね。例えば、宝くじ当たりましたってなった人は、大抵良くない状態になるっていうことが、言われていたりもするのですね。人間関係でもそうですよ。いろんな人とこう、いい関係を築きたいって思うんですけど、けど、いろんな人もね、もう本当にもう100人、200人、300人、みんな世界中のみんなと仲良くなりたいっていうのはまあ難しいですよね。だって A さんと B さんが喧嘩して、両方、その喧嘩した両方とも、と仲良くなろうと思ったら、まあ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 、まあ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 って言ってたら、両方から嫌われちゃったりするかもしれないじゃないですか。ね。で、関わらない方がいいパターンもあったりするわけですよ。っていうとか、その、これから先こういう未来にしたいって思って、努力したりとかね、いろんなことを取り組んでいって、くことはすごいいいと思うんですよね。取り組まなくてもいいと思うんですけども。で、取り組んでいった先にそうならなかった、ね、そうできなかった。これもやっぱりあると思うんです。それは時代もそうですし、世の中のね、雰囲気とか、流行りとかもいろいろあると思うんですけども、そんな中で自分がこうであってほしいなと思う、自分の想像ですよね。自分がこう、なんだろうな、こうなってほしいと考えることっていっぱいあると思うんです。けど、そうならないことの方が多いと思うんです。ね、風邪もそうですけども、風邪ひきたいと思って、風邪ひけるわけじゃないじゃないですか。でも風邪ひ、そうですね、ちっちゃい時に、小学校とかの時にちょっと風邪ひいて休みたいなって時はあるかもしれないんですけども、それ以外の時は、なかなかこう風邪ひきたいとは思わないわけじゃないですか。ね、でも勝手にひいちゃうわけですよね。ね。で、お腹痛くなりたいと思ってお腹痛くなってるわけじゃないじゃないですか。でも勝手にお腹が痛くなってしまうと。不安になりたいと思って不安になってるわけじゃないじゃないですか。勝手に不安になってると。ね。恐怖心を感じている時もそうじゃないですか。なので、自分がどうこうできる範囲とどうこうできない範囲もありますね。うん、不安を少しでも和らげるために、深呼吸したりとか、客観視の練習をして不安と距離を取ったりしてね。いろんなやり方はあるんですけども、そんな中でも自分はやっぱり不安だなと感じることはあるわけですよ。けど、ちょっとマシになったなと思ったら、ああ、昔よりは、ちょっと良くなったかなって思えたら、本当はそれでいいと思うんです。ね。で、そもそもとして不安を全て解決するってことはできないわけですよ。
で、毎日毎日なんかこう新しいことがあったりとか、世の中の変化はしてるわけですからね。世の中の変化だけじゃなくて、僕たちの体自体が変化しているわけですから。細胞は常に、壊され、そして、作られているわけですよ。寝てる間もね。うん。なので、自分が想像しているよりも複雑な世の中、そして変化の激しい世の中があるわけですよ。なので、自分がこうありたいとか、こうでなければならないとか、こうあるべきとか、なんでしょうね。自分がこう求めるいろんなね、こうあってほしいって思うのはいいんですけど、そうならないことの方が多い。じゃあどうするかというと、まあそれぞれ、まあいいかと。まあいいかと。思えるような、そういうちょっと心のゆとりをね、作ってもらえたりとか、まあね、体も壊れてしまうよりはいいかな。まあいいかと思ったりとか、お金もそうですね。ありすぎないけど、まあちょっとなんか気持ち足りないかもしれないけど、まあいいかと。もうちょっとこう、考えながらやっていくとかね。人間関係も全員と全員と仲良くならないといけないかというと、まあこれはこれで苦しいわけですよ。じゃあまあほどほどでいいかと。で、先のこともそうですけど、考えすぎると動けなくなっちゃいますよね。こういうことがあるかも、こういうことがあるかも、こういうことがあるかもってやってると動けなくなっちゃったりもするので、まあほどほどでいいかと。っていうふうにこう、ほどほどとか、まあいいかって思えるような、そういう考え方っていうのをね、もうちょっと取り入れてもらえたらいいかと思います。まあいいか。うん。じゃないと、想定外のことが多すぎて、今も風邪ひいてますけども、鼻水も出そうです。けど、まあと思いながら動画撮ってますけども、こうまあいいかと考えることで、うん。こうまあいいかと考えることで、逆に、心のゆとりが、生まれて、心のゆとりが生まれたりとか、そのようなを問題として捉えないことで、新しい、行動とか、新しい、なんでいろんなことを挑戦できたりとか、そもそもとして、受け取り方が変わるので、ストレスもちょっと変わったりとかね、軽減できたりとか、すると思います。うん。ね。もう常にこれがこうでなければならない、こうでなければならない、こうでなければならない、こうでなければならないって考えてると、そうじゃない、全部そうじゃなかったらずっとしんどいわけですから。なので、まあまあいいかと。うんうん。こう思えるようになってみてください。で、その中でね、こう大抵のことはまあいいかと考えた上で、ここだけはっていうのが自分自身であるのであれば、そこだけは本当にこうガッとね、大事にしてみてもいいんじゃないかなと思います。いや、それは本当に人によると思いますけどもね。うん。っていうふうにこう、全部に全部こう、完璧を求めるのでもなく、まあいいかと。うん。思って、やっていけばいいかと。そしたらもうちょっと心もね、気持ちももうちょっとこう、楽になってくると思うし、自分たちが背負うってことになっちゃいますからね。良くないって考えて、こうあるべきだ、べきだとか、自分がこうしなければならないってこう、あまりにも考えすぎると、そういった重たい思いを、こう、背負い込んで行動することになるので、体が動きづらかったりしますからね。はい。ということでね、今回は、まあまあいいかという考え方っていうのを取り入れてみてほしいと思いました。はい。ちょっと風邪でね、鼻がムズムズしておりますので、今回は、鼻を隠して最後お別れしようかと思います。ね。こんな時もね、なんでしょう。まあ、よく頑張って撮ったよね、と思えたらそれでいいかなと思いました。で、最後一回だけ深呼吸しましょうか。鼻から息を吸って、口からまず息を吐いて、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く、優しく吐く。これを一回だけやりましょう。じゃあ、鼻が垂れてしまいますから。はい。では、いきますよ。まず口から息を吐いて、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く、優しく吐きます。おまけでもう一度、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。はい、お疲れ様でした。ね、皆さんも全部に全部、完璧を求めないで、まあいいかと思えるようなね、ことを増やしてみてもらえたら、ここから、これそれぞれからね、受けてしまうストレスも軽減できるだろうし、緊張感みたいなものも減っていくと思います。うん、なので、このまあまあいいかと。いう口癖を作ってみたりとかしながらね、ちょっとずつ自分が重荷になっているようなものっていうのをちょっと肩からね、下ろすっていうことをやってみてほしいなと思います。
ちょうど年末ですしね。ではまた、この場所でお会いしましょう。またね。大丈夫です。ちょっとずつね。僕も早く風邪を治そうと思います。ではでは、皆様気をつけてね。